皆さんこんにちは、ナフキニです。今回はバージョン 3.1 でアルベドが復刻されるということで、最新版の解説をしていきたいと思います。今回のガチャラインナップは正直めちゃくちゃ激アツなキャラが盛りだくさんで、誰を引こうか悩んでいる方も多いかと思いますので、その中のアルベドを引くかどうかの参考にしていただけたらと思います。それではやっていきましょう。ということで、まず結論から言いますが、アルベドは原神の初期の方で追加されたキャラになるんですが、今でもサブアタッカーとして優秀で、武器に関してもかなりコスパが良く、さらに味方の火力サポートをしたり、スメールから実装された草元素とのシナジーが合っているので、今後さらに評価が上がってくるのかなと思います。ではそんなアルベドの特徴についておさらいをしていきます。アルベドは元素スキルの疑似妖火で主に戦っていくキャラになるんですが、こちらの疑似妖火は花の設置物になっていまして、こんな感じに広範囲のエリアを発生させまして、その中で敵にダメージを与えると疑似妖火が反応して岩元素のダメージを与えられます。ダメージはアルベドの防御力に応じて上がっていくんですが、無凸でも武器や生物によっては一発2万ダメージを超えたりするので、かなり強いです。しかも2秒に1回ダメージを与えられたり、継続時間が30秒と原神の中で一番長いです。一応設置物なので敵に壊されてしまうんですが、スキルのクールタイムが4秒とね、間隔がねものすごく短いので、使い勝手もよく、疑似妖火の追撃が発生するたびに元素粒子を生成してくれるのも優秀になります。この他にも元素爆発が元素エネルギー40とすごく軽く、その上火力が高かったり、アルベドの固有テンプで元素爆発を打つことで味方に元素熟知を125配れる効果があり、総激化や超激化などの火力を上げていくこともできます。これがあるので普通に強かったアルベドがさらに使いやすくなりました。ではそんなアルベドのおすすめの武器、生物、テンプの優先順位などをこれから順に解説していきます。まず武器から見ていきますが、アルベドに一番合う武器が星4のシナバースピンドルになるんですが、最近始められた方からしたら何それって思うかもしれないんですけど、こちらの武器はバージョン 2.3 で開催されたイベント白雪に潜みし影で手に入れることができる武器で、性能がアルベドと相性抜群なんですよね。レベルを90にすると防御力 69% 上げることができまして、武器の効果では元素スキルのダメージが防御力の 80% 分ダメージがアップするもので、まさにアルベドにうってつけの武器になります。その他の候補ですと、星3の黎明の神剣がかなりおすすめで、シナバースピンドルが実装されるまでは最適の武器と言われていまして、というのも黎明の神剣は会心ダメージのアップと HP を 90% 以上保っていたら会心率も上げられまして、基本的にアルベドはスキルを設置しましたらすぐに引っ込める戦い方をしますので、この条件を満たしやすく安定して大ダメージを出すことができます。しかも先ほども言いましたが、アルベドのスキルは防御依存になっているので、基礎攻撃力が低い黎明の神剣でも十分に活躍できることが相性がいいポイントになっています。以上の2つがおすすめの武器になるんですけれども、シナバースピンドルに関しては持っている人がねちょっと限られてくるんですけれども、黎明の神剣はほとんどの方が持っている武器だと思いますので、コスパ的には他のキャラと比べてもかなりいい方なのかなと思います。次におすすめの生物を見ていきますが、一番おすすめなのは火管4セットですね。火管は防御アップが2セット効果でついていまして、4セットになると敵に岩元素ダメージを与えたり、装備したキャラが控えにいる状態だと紋刀を獲得できまして、この紋刀の数によって岩元素ダメージと防御力が上がっていく感じの生物になります。アルベドは裏から元素スキルでダメージを与えていきますので、相性抜群の生物になります。火管が揃っていない方でしたら、火管2と守護2のセットでしたり、火管2、悠久2のセットでも代用できますが、最終的には火管4セットにしていきましょう。そしてアルベドはサブアタッカーとしても優秀なんですが、味方のサポーターとしても優秀で、サポート運用するのであれば悠久4セットにしまして元素アタッカーのサポートにしてみたり、戦艦4セットにしまして攻撃力の底上げをする構成がおすすめになります。そして生物のオプションについてですが、時計を防御、杯を岩元素ダメージ、冠を回心率にするのがおすすめになります。サブオプションで回心率がものすごく上げられているのであれば冠を回心ダメージでもいいんですが、そうでない限りは
アルベドの突破ステータスが岩ゲートダメージになっていますので回心率でいいのかなと思います。それでサブオプションでも防御と回心率、回心ダメージをしっかり上げていくのがいいのかなと思います。では次にテンプの優先順位ですが、スキルをとにかく優先して上げていきましょう。その次に幻想爆発が優先ではあるんですが、爆発を上げる前にスキルを8とか9まで上げていくのがいいと思います。爆発もそこそこ火力は出るんですが、それでもスキルのダメージ頻度でしたりダメージ量などを考えますとスキルが最優先だと思います。通常に関しては上げなくて大丈夫です。使う機会は正直あまりないので上げるメリットというのはありません。では次にアルベドと相性のいいキャラを紹介していくんですが、一番相性がいいのは岩キャラと組ませてあげるのがおすすめで、代表例で言いますと荒滝一と五郎、アルベド、勝利の岩パになるんですが、以前に新しく実装された五郎の貫突効果がめちゃくちゃ強くて、岩元素のキャラを編成に入れてあげると岩元素ダメージに会心ダメージを上乗せすることができるんですよね。なのでぜひ岩パが組めるならそこにアルベドを入れると火力がすごいことになります。仮に荒滝がいなくてもその枠を行幸だったりノエルに変えてあげれば全然大丈夫です。その他の候補になると元素アタッカーと組ませて火力サポートする構成や総撃化だったり超撃化を駆使する構成にしまして、アルベドの熟知アップを生かすような感じにしていくのもおすすめになります。僕がアルベドを使用するときは先ほど話した岩パでしたり、いざ草主人公アルベド勝利のような編成で最近は使用しております。そうしましたら最後に命の星座を紹介していきまして、今回の動画をまとめていきたいと思います。一つしますと、元素スキルで追加ダメージを与えることで元素エネルギーを回復することができるようになります。二つしますと、元素スキルでダメージを与えていくと精密カウントを一つアルベドに付与することができまして、最大で4つ付与できるんですが、アルベドが元素爆発を打った際に精密カウントを全て取り除きまして、1個につき防御力 30% 分のダメージが上がります。2凸効果は結構強いですね。3凸でスキルのレベルが3つ上がります。4凸しますとスキルエリア内キャラの落下ダメージが 30% アップするんですが、超を普段使っている方は4凸アルベドと相性がめちゃくちゃいいので超を使っている方には4凸がおすすめになります。5凸で元素爆発のレベルが3上がります。そして貫突でスキルのエリア内のキャラが結晶シールド状態の時にダメージバフが 17% アップする、かなりね優秀な効果になります。おすすめの凸数はスキルのレベルが上がる3凸、落下ダメージが上がる4凸で、最後にダメージバフが負ける6凸の順になります。ということで今回はバージョン 3.1 で復刻されるアルベドについて解説していきましたが、アルベドは無凸でも結構火力を出すことができますし、武器もコスパがいいので引くか悩んでる方はぜひ参考にしていただけたらと思います。ただアルベドにはシナバースピンドルが欲しいところにはなるので、復刻だったりショップで買えるようになってほしいところですよね。それではこちらの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。